しますけど人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでてもいつしかそうさ、僕ら人類が神様に気づいたらなんてだろう、何様ならさ。僕が見たことないんだ、あちらこちらの絵画で見るんだ、さらに話で聞いてる神様はどれもこれも人の形なんだ。偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、あっちこっちさっちってだっち、一体どうなってるんだピンチ。来世だったって仮になったって、だからなんだって言うんだ、生まれ変わったってからなったって、だからどうだって言うんだ。人はいつだって全て使ってなんとかって、どうやらの上に立ったって、どうもてっぺんがあるんだって言うんだよ。もしもこの僕が神様ならば、全てを決めてもいいなら7日間で世界を作るような真似はきっと僕がしないだろう。きっともっとちゃんと時間をかけて、またきちっとした計画を立てて、だって設定急いで急いだせいで、せいで減って作って、そして増やして、出して出したら増やして、なしてどうしてって、なんでかって働かしたフィッシュ、勝ってるくせして話して聞かせて、なんでなんで、だってバカなんだって、人類なんてそらそうなんだって、勝ってるって。